皆様お疲れ様です。本日はクラウンセダン、こちらですね、遅くなったんですが、ちょっと簡単にですね見ていこうと思います。早速内装からいきましょう。内装ブラックですごい引き締まってますね。高級感がさすがにあります。今日特別にですね、エンジンかけていいよということだったんで早速かけていきたいと思います。これ鍵ですね。スタートのボタンはこちらですね。ちょっとね、やっぱり天井はね低いかなという感じしますけど、まあでもね、ショーファーとしての、当然要素もクラウンありますんでね、この辺もよいしょ、こういった形でいろいろ操作できるということですね。はい、ですね、いろいろついてますね。はい、このねサンルーフがついてるみたいですね。はい、こんな感じでございます。狭いですね。
簡単ではございますが、クラウンセダンの紹介を終わらせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。